これからですね、始めるのは、マント・オブ・ブレード、ウォー・ブランド ウォー・バンドですね。ウォー・バンドの、関東動乱というですね、マットをですね、使用した、ものになりますが、こちらですね、検索していただければ出るんですけども、もし、やり方がわからないという方はですね、コメントしていただければ別途、インストールの方法、ダウンロードの場所などね、説明しますので、行ってください。ということで、初めてではないですけども、マント&ブレードは、やってますので、ちょっと今更なんですけどね、これから、2016年、秋にですね、マウント&ブレードのですね、2が発売されるということで、ちょっとやっていきたいなと思いますので、ちょっとね、またこの動画をね、続くかどうかわかりませんがですね、ちょっとまた、やってみたいなと。実況なんでね、今回ですね、セリフの部分の編集とかね、テロップ入れたりとかっていう、こうめんどくさい、編集はないので、撮影したらもう速攻で、編集してアップするというような感じでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、始めていきたいと思います。はい。ということでね、始めると、こういうふうに、ウェルカム戦国マットとかって書いてるんですけど、適当でいいです。スタート地点に、街にすべてのコンパニーを集めません。季節の開始は春ということで、いきたいと思います。次ですね。ちょっとね、ごめんね、音量下げたいな。で、こういうふうにね、出てくるんですが、私読まないです。これ男性、女性とか、選べますのでね、選んでください。で、このね、この部分、これ全部初期能力に関わります。なので、ちょっと私、ちょっと全部ね、見てないので、見てないっていうか、別に極めてるわけじゃないのでね、どういう風になったらいいのかなっていうのはちょっとわからないですので、ちょっとね、この辺をちょっとこういじって完了して、で、適当にこうやって、で、いつも私は自動上書きにしてます。で、こちら能力を振っていくんですけど、あれ、前回のあれと違うんだな、全然。ですね、弓術入ってる。弓いつも使いたいんですよ。で、上げの2入ってんな。統率はね、後で上げればいいです。で、最初で上げときたいのは、まず訓練。結構重要で、訓練上げとくのと、あと、弓がある、乗馬がやりたいんですね。で、あとは、武器塾と、馬上ですね、を入れてます、いつも。で、一応体力9まで減っといて、弓これ3まで上げられるはずなんだけど、どうなんでしょう。多分上げられると思います、これで。で、魅力はですね、統率力に関わってくるので、その辺ね、上げていった方がいいんじゃないかなと思います。だいぶあれですね、投擲系は、投擲技術ないんですけど、投擲の武器熟練度は高いですね。火器っていうのはあれです、鉄砲ですね。で、名前入れていきます。いつも通りですね、この名前入れておきましょう。武将にいないんでね、そのままいけるんですけど、で、いつも通り私ですね、ランダムでしか決めないっていう めんどくさいんですね、キャラクター。どっちかって多分外国人的考えなのかな。あんまりそのキャラメイクにこだわらないですね。すごい変な、
顔になったりとかするんですけど、結構ランダム、まとり作った割にはね、だいぶまともな感じの顔が出てきますのでいつも適当にこれかなっていう、これでいいや今江戸にしましょう、東京なんでね。でいきなり、まあ、マウント&ブレードいきなり先頭に入るんでね、マイナス置くとちょっとだけ下がるんですけど、これ槍と剣しかないですね。で弓、いきなり弓ですか弓ですよ、弓。よいしょよいしょ、はい、最初はねこんなもんです。でアショニーさんが来まして、ストーリーよくわからないですね。で最初ねクエスト、があるみたいなんですけど、文章長い読む気がしない。なんだっけ、2巻だけもらったのね、はい。で5人集めろということで、人数はすげえ、事務所とかも親木とかいっぱいいますけど、5人、集めます。人っていうか部下をね。なんだけど確か2巻しか持ってないので雇えないと思うんだよなこれなんかこれコンパニオンってよく言ってるんですけど、死なないやつっていうか、なんか武将部下みたいな感じのやつです。タダで雇えるやつは雇っときます。よいしょ、あれ、あ、いたいたいた、騎馬傭兵は無理じゃねえか、やっぱり36。もう金、これ金の設定がねすごいバランス悪いと思うんですよね。舞台雇うのに超金かかるだわ。で全然お金ないんで、最初コントロールを押しながらだと、え、何、あ、コントロールを押しながらであれなんだ、ピピピっていけるんだ。おいちってか、飯足りなす、大根買っときましょう、大根とわかめください。これ食料なくなっちゃうとね、士気下がっちゃうんでね。で、この午前試合っていうのがあるの、たまにしかね、開催されないんですけど、まあ、トーナメントって、通常の方ではトーナメントって言ってるんですけど、まあ、試合ですね。で、これね、初めにね、自分にかけられるんですけど、そうすると優勝した時だけお金もらえるんで、まあやっときましょう。で次に試合に出場するで、結構ね回数あるんですよ。これだけ見てるとつまんないんですけど、まあこれやっていかないとね、お金がないんですね。お金を稼ぐために頑張ります。痛い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 。俺ね、こう竹槍使うのがあんまりね得意じゃないんですよ。よいしょよいしょ、オッケー。あといる？敵まだ残ってる？あ、いるねいるね。やってくれるかな、やってくれるかな。やれよさっさと痛い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 、よいしょ、ちょっと撃てよ早く、よしよいしょ、全然食らわねえんだけど、やべ死ぬ、ちょっと助けに来いよ、ちょっと今置いてたぞ今。こっちの刀の方が使いやすいです私は。まだいるんですね。あ、青いのがいるんだ、まだ。あ、終わった。やった。やってくれたね。次、4人で、4人のグループで戦います、2組で。で、私はこの弓がすごい嫌いなので、弓をやっつけます。
よいしょ、よいしょ、この野郎、ああ全然ダメだ。見てる人いろいろイライラするかもしれませんが、馬は難しいんです結構。よいしょ、 OK。 じゃあ次行きます。もう初め自分にかけるよね、もう初めしかやらないんですよ。でこれも何、3組2人で3組、これね様子見てた方がいいんだよね。これ倒してくれるの待ってた方が数減るからいいんですけど、あー2人とも来たな、行ってよいしょ、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  OK、 ナイスです、ナイス横やりです。で次行きます。4人の2組ですね。やった、弓だ、弓楽なんですよね、打ってるだけでいいから。馬欲しいな、馬欲しいな。たまに味方に当たったりするんでね、気をつけた方がいいですね。おーマジか、いてこの野郎、よいしょ、今だ、死ね死ね、ほらハマってるから余裕だ、よし乗る、これも乗れればね、100人力ですよ。馬上の方が好きなんで、構えたらもったいない、すごいね、ボコボコだね、いていていて、うう、近寄りすぎましたね、近寄りすぎましたね。次、1対1ですね、タイマンです。これはなんだ、弓かよ、やだな、弓相手は嫌いです。打ち尽くすまで待ちましょう。ピューピューって言ってるんですけど、遠いとね当たりにくいんでね、こういうねカバー行くとね、これ刺さる可能性が高いんですけど、大丈夫そうですね、よし。であと剣の向きだけ、おっと、怖え、近づくとほぼの確率で当たりますので、横に行きながら、あべ外した、うふ、あべあべあべ、今の外れたね、ちょっと待ってね、よいしょ、あちょ遅くね、今の遅くね、当たってねえのか、当たってないね当たってないね、よいしょ、当たらん、よいしょ、あムカつく、当たんね、よいしょ、当たった、よいしょ、あれまだ死なねえの、はや、死ねこの野郎、オッケー、次2人1、1、最後のラストですね。うまいね、うまいね、うまい、よいしょ、この野郎、死んでこの野郎、よっしゃオッケー、ヘッドショット食らいました。まあ、これでね、名声値とね、あとね、有効度が上がるのがね、結構でかいですね。いやー、よかった、お金がいっぱい入った。助かりましたね。これでもね、まだね、雇えないですね。クエストをね、クリアしなきゃいけない。なんだこれ、防具には使えない。ああ、脇差しですか、これもしかして。だいぶ強いんですけど。生クラーケンよりは、防御の使えないの辛いんですけど。お、所持所持で、名声がちょっと上昇するんだ。すごいね。
まだですね、全然雇ってないので雇わないと。で、志願兵ね、こちら、こう村で兵を雇うことができます。はっきり言って、こっちの方がね、アップグレードのね、枝分かれがなんか多いので、まあ、私はこっちの方が好きなんですが、酒場でね、雇った方が元から、強いのでね、いけるんですけど。でこちらですね、村のね、クエストを受けられるんですけど、これで村との友好度を上げれば、志願兵のね、雇う初期費用が軽減されます。ということで、ちょっとクエストやっていきたいと思います。もうこの受けた時点でね、やってないのにね、言うこと上がるんでね、とりあえず村民訓練いたします。これ10時間メッセージから獲得、本当に獲得するんだね、勝手にね、すごいね。メッセージってなんか100字とかなんか全部単位がでかくすぎね、マジで全部がでかいよね。なんかでかいだけで数字が大きいとね、分かりにくくなるのに、ね、よいしょよいしょ、よいしょ、あれ、この野郎、百姓、強いんだよね、百姓が。よいしょ。でね、この士気がね、下がっていくんですよ、疲労で。意味わかんないシーンなんですけど、それがちょっとね、減りすぎ。もっと、もう、さすがに1日でそんな士気下がんないでしょって思うんだけど、まあ、なんか、まあなんだろうな、リアリティを求めてるだろうけど、ちょっと辛いです。なんか、なんだろう、NPC も同じように減っていくんならいいんですけど、NPC 関係ないですからね、休みなくずっと走ってるんで、依頼を受ける際に、こっちは休憩必要なのに、向こう休憩必要ないから、もう絶対クリアできないっていう。クエストが出てくるんですよね。ちょっとそれが一番辛いとこですね。で、勝手にね、1週間に1回かな、なんか給料入るんですよ、誰にも雇われてないのに。どんなだよっていう、ちょっといろいろ、いろいろあれですね、こう、見ると、ちょっと、絵っていう仕様が結構リアリティを追求しているのかちょっとよくわからない仕様になってますけども、まあ、開発してくれただけでまあありがたいんですけど、もうちょっと手こ入れしたいけど自分じゃ何もできないので何も言えないっていう、やらせてもらってる立場だから何もできない、言えないですけど、士気ががっつり下がる。まあ、芸能っていうね、技能をね、上げれば、はいで、よいしょ、上げればね、下がる士気が下がっていくんですけど、まあ、それにしてもちょっときついわな、これは。いちいちね、仕事することにこう宿で寝て、士気回復してからじゃないと、もうちょっと。行動ができないんですよね。結構行動が制限されます。これがめんどくさいところですね。もう一つね、士気ゼロになるまで、まあ、24時間ぐらいは欲しいですよ。24時間経つ前にも士気ゼロですよ。よいしょ。それでもないのかな ?24 時間なのかな、ちゃんと測ってないから分かんないです。はい。で、まだね、やべべ。で、士気下がっていくと、その雇ってる部下がどんどん逃げていっちゃうんで、これ回復しとかないといけないんですよ。あと、士気がゼロになると、消費食料が2倍になるらしいんですよね。なので、士気管理はかなり重要です。はい。よいしょ、よいしょ、あれ、嘘。よいしょ。はい。防御からの攻撃ね、確実ね。で、中でやると、こう、山賊を狩るんですけど、これね、
兵士の配置とかもね、指定できるんですけどね。弓持ってないから何もできないっすね。何個持ってんだよ俺。行くぞ行くぞ行くぞお前ら。そろそろ敵がぶん投げてくるから突撃するぜ。あ、行くぞ行くぞ。いて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 。いて、この野郎、死ねえ、ほら。いて、いてててて、死ぬ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 。あ、やべやべ。ああ、やっちゃった。やっちゃったよ、これ。ね、自分死んでもなんとかやってくれるようになったんで。ツッコミ、調子に乗ってツッコミすぎましたね。すごいなってますが、まあ勝てるでしょう。勝てないと困りますが。あれマジで負ける、これ負けるやつ。あ、マジか、負ける可能性が高いぞこれ。あと何人いる。ちょなんかほぼ100勝だからな。ちょっと私が倒さなすぎですね。これは厳しいです。悪化しちゃった、やっちゃった。ちょっとね、失敗しましたね。ちょっと寝ましょうか。今ね、多分ライフがない状態なので、ライフっていうか体力がない状態なので。襲撃されてしまった品川さん、ごめんなさい。で、週にね、1回、給料払います。ね。2人で671って。これ自分の分の給料もね、払うからね、意味わかんないんだよ。え？ってゼロにしてよっていう話でしょ。自分の分の給料まで払うんですか、ね、意味がわかんない。でもうちょっとね、略奪されてしまいましたが、もう一個、世田谷はもうちょっと、志願兵雇う前にやられちゃったよっていう話で。ああ、まあ、家畜無理です。家畜ね、めっちゃくちゃ高いの。家畜1頭6貫とかするのね。無理だから。無理だから。何を言ってんですかっていう。上級ですね。でここでまた、あ、もうじゃん14あるかな。あった、やった。これで5人じゃね。これクエストこれ誰に報告すればいいの。あ、あ、江戸にいるのね。よいしょ、あいつに話せばいいのか。江戸にいる商人に話しかけてクエストクリア。え、山賊どもを買ってやろう。山賊を狩るの？マジですか？その前にさ、もうちょい雇いたいんですけど、なんかちょっと川越城行く？ああ、そう、なんか世界観言ってなかったけど、これあれです。関東道南なので、超古い時代です。1530年ぐらいなのかな？多分ね。30年ぐらい、多分鬼の乱直前ぐらいです。直前なの？鬼の乱の後か。後なのかな？うん。なので、まあ、詳しくは見てないんで、年代とかっていうのが、前後関係がちょっとまだ把握してない私ですが、兵士、これ高そう。やっぱり、全員行けんのか。行っちゃおっか。全員行っちゃいましょう。よっしゃ。これでクエスト受けれるんじゃない？クエスト、どこにいんの？不動付近の銀行、探して叩きのめす。
滝のメスの、わかりました。